よろしくお願いします。お願いします。今日どうします？ちょっとナチュラルめな感じで可愛くしてもらえたら、いいかなって感じ、結構その甘めな感じとかよりはどちらかといったらカジュアルで強すぎないけど、ちょっとおしゃれっぽいみたいな感じがいいってことだよね。そうだよね。わかりました。そしたら毛先がちょっと軽いから少しだけ切ってあげて、厚みを出してあげて、ずっと出してあげて、この顔周りがちょっとだけ切ってあげて、で全体的に動きが出るような感じでレイヤー上げてあげると、普通に乾かしただけでもすごい動きが出て可愛いから、そういう感じがいいかなと思って、それでいきましょうか。はい、お願いします、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。あげるとここが見える、ここが見えるとすごい甘めな印象じゃなくてちょっとかっこいい印象になるから、ここを切ってあげて少しで耳にかけた時に、そうするとこれがこういう風になっていい感じになって、で結んだ時にも遅れが欲しいって言ってたじゃん。だからこの内側、本当に内側の部分だけ切ってあげて、そうするとここがはげなくなったり、ざっくり結んでも可愛くなったりするから、そういう感じでやっていくね。ちょっと U バングっぽいっていうか、こうちょっとこういう風に、ここがすごい下がっちゃうとすっごい可愛い印象になっちゃって、ちょっと幼い印象というか、で、愛ちゃんちょっとさ、顔が可愛い系だから余計可愛く見えちゃうから、ちょっと大人っぽいかっこいい感じの女性だったら、ここがワイドっぽく切られてる可愛いから、前髪もスタイリングとしてまっすぐ下ろすんじゃなくて、ちょっと放射状にこうやって下ろしてあげると、必然的に真ん中が薄くなるから、薄い方がいい。そう、束っぽくもしかもなるし、でこの遅れ毛の部分を多く残せば残すほど、ちょっと可愛らしい印象になるし、細くすればするほど大人っぽい印象。愛ちゃんは普通にこう癖があるから、癖がある人可愛い、多いでしょ。でここはちょっと大人すぎない感じで、ちょっとくっつりしてる感じぐらいの方がポイントがあるから、でここ今内側切ったからここの隙間が埋まる、だけど内側だから何にも変わらない。変わってない。そうなんです。で毛先これから切っていくんだけど、毛先もちょっとプツッとした方がストレートヘアの時に決まるから、ちょっとだけ2センチぐらいラインを出すために切ってね、しっかりライン感が出てた方がストレートヘアも両方巻いたとしても可愛いから、特に大体今の子ってやっぱ耳かけて後ろに全部毛持っていくじゃん、その時にラインがまっすぐになってるとすごいおしゃれな感じがするから、丁寧にやっぱりしっかり綺麗にコーディングしてあげて切っていくと、乾かした時だけで可愛くなる、意外と何センチ切ったかとかじゃなくて、短く見えない。そうそうそう、一番大事なのってそれなりたい女性像に対してどんなデザインが必要かが一番大事だから、でこのレイヤーの下のまで取っちゃうと毛先がポツポツ感じちゃう、頭の出っ張ってる位置よりちょっと上で取って、
変わったでしょ。かわいい。で、例えばだけど、もう本当に乾かして、これも、これ前髪が全然違う。これね。うん、おしゃれ。オッケー。すごい。オッケーです。これが、なんていうの、ここの顔周りがこう下ろせば下ろすほど可愛い系、うん、で、ピシッてやって、うん、ここだけ下ろしたらちょっとカジュアルな、かっこいい感じの女の子っぽい、かっこいいです、うん、OK です。ありがとうございます。これが自然にこう土地が流れるから、うん、で手先もちょっと重くなってしまう、うん、ちょっとの差がある。かわいい。で、オイル巻いてもいいんだけど、今って濡れすぎたらおしゃれっぽく見えるし、本当にここからオイルを取って手に塗りますので、つけ方としては、こうやってつけちゃうとベタッとしちゃうから、下からこうやって取って、で、前髪のつけ方にポイントがあって、一回ね、全部上に上げてほしい。上に。そうすると、根元が起きるから、ベタッてしないで、隙間が多くなる。キリッとしたでしょ。でも打ちかけてるから、奥行きが持ってみたいな。それぐらいナチュラルきちっとかな。